はい、こんにちは、まえちゃんねるまえはです。今日はですね、ギターヒーローなんですけれども、えいしんくんじゃなくてパパ、習い始めて3日目でえいしん先生にですね教えてもらいまして、少しだけコードが弾けるようになりましたので、今日はちょっと披露したいなと、パパ一人じゃちょっと寂しいのでえいしんくんと一緒に弾けたらなと思います、曲なんですけれども、きよしこの夜ちょっとね、季節もう終わっちゃったんだけど、クリスマスね、まあなんだけど、これが一番パパ弾けるかなと、3つのコードしか弾かないんでね、やりやすくて、これが一番やれるかなと思って、これにしてもらいました。英心先生に選んでもらいました、ちなみにこれ、カポをつけて音程下げてやるんだよね、じゃあ行きましょう。きよしこの夜ね、せーの、きよしでした、すごい。どうでしたか、英心先生。すごい。習い始めて3日目ですね、すごいね。こう、なんかね、こうでも難しいね、こうちょっとこう、押さえてるとこ見えなかったけど、このね、押さえるのがやっぱパパね、すごい難しい。英ちゃんよくできるなと思って、素晴らしいですね、やってると面白いね、できていくのがすごい面白いと思った。はい、そんなわけでですね、今回はえいしんくんと一緒に初めてセッションしてみたわけなんですけど、ちょっとね、簡単なやつですいません、始めたばっかりなんでね、で、これだけじゃちょっとね、寂しいんで、えいしんくんが今弾き始めた曲、TOKIO の空船、をちょっと披露してもらえたらなと思います。少しだけ、少しだけ、素晴らしい、すごい、まだちょっとだけどねそう、ちょっとね、まだこれ先生にもね、課題出されて披露はしてないので、教わってもらってない状態でこれっていう感じだけど、すごいね、本当ここのこの動きとかさ、できねえよパパ、すごいのそうで、ここガシャ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 、かっこいい、かっこいい、えいしんくんかっこいい。はい、ということで今日はですね、ちょっとえいしんくんと一緒にギターやってみました。はい、はい、ということで今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方は、ぜひいいねボタン、高評価、グッドライクお願いします。はい、で今回のおすすめ動画はこちらに出てますので、ぜひチェックしてみてください。はい、チャンネル登録はこちらから、よろしくね。ということで今回は以上でございます。バイバーイ。